こんにちは、速稼塾の久保です。今日の億万長者合宿はですね、吉谷さん、最近ね、私の中ですごく嬉しいねコミュニティがスタートしたんですよ。それはね、ガチンコマッチョクラブってやつなんですけども、これはですね、4ヶ月か5ヶ月ほど前に、速稼塾に入ってくださったミスター M さんっていうね、元ホームレス40代の100キロデブというふうにね、自称されている方がですね、筋トレをしながらマッチョになりたいという、そういうふうな動画を日々上げてくださったんですよ。1分でできる筋トレシリーズを、145話まで、今日までに145話上げてくださったんですよね。そうすると何が起きるかってことなんですよ。これはね、私もすごく学びになりました。一つはですね、最初はグニグニだったんですよ。本当に100キロデブっていうのが一目でわかるぐらいだったです。顔もちょっとね、それなりに、緩んでたと言いますかね、朗らかな顔だったんですけども、これ145話までずっとね、1分ずつの筋トレ動画を上げていく中で、一つ目の効果としてはシャープな顔立ちになってね、体もちょっとマッチョになってきたんじゃないのみたいな変化が訪れるんですよ。4ヶ月1分ずつやったやつですね。もちろんカメラに収めてないところで、まだ他にもね、いろいろやったんだと思いますけども、このね、継続による筋肉のアップっていうのはビジネスにすごくね、似てるなと思いました。毎日やることによって 4,5 ヶ月でなんとね、ビジネスの筋肉ってつくんですよね。そしてそれが習慣になって楽しくなって、コメントをいただいて今回コミュニティになったんですよ。最初のコミュニティは第1期生8名でスタートすることになりましたね。このミスター M さんの再生数、決して多くはないです。そうなんですよ。20とか30で、私が出会った時もチャンネル登録者数ってのは50、もっと少なかったかな。50人ぐらい、ちょっと覚えてないですけど、50人ぐらいだったと思います。50人以下。現在は100人を超えてですね。そして再生数もあんまり変わんない、再生数は。でもビジネス成り立つんですよ。ビジネスっていうかね、コミュニティ運営までこぎつけたわけですよ。いや、これはね、2つの学びがあったと思います。一つは毎日やることで筋肉が本当についていくということですね。もう一つは信頼がそこに生まれたってことなんですよ。コミュニティやりますよって言ったら、ババッとね、登録が起きたわけなんですよ。いや、私がね、嬉しかったなと思うのはこれですね。で、もう一つあります。椎の木ハスワルシリーズ、彼も依頼が来てコミュニティがね、スタートしてるんですよ。やったなと思いますよね。彼もね、椎の木ハスワルシリーズっていうのはミスター M さんと同じ時期にスタートしてるんですよね。それからですね、アラフィフ企業というコーナーで、シリーズをずっと作っていたところもあるんですけども、ここは一旦ちょっとね、お休みになってまして、コミュニティ運営にまで至ってないんですけども、でもね、しっかりとした継続をもたらしてくださいました。最近あのアラフィフ企業の方の動画どうしたのっていうふうに気にされる方も出てきてですね、あの動画を頼りにした人もいるんだなっていうふうに感じた次第です。私が嬉しいのは、継続によってですね、自分の世界を作っている、もしくは作り始めている人がいるってことなんですよ。どうですかね、速稼塾の中で筋トレのコーナーができてしまったというね、これはなかなか何にでもなんかこう使えるというかね、どんなテーマでもやっぱり人を集めることができるっていうことの良い例なんだと思うんですよね。いやー、これはね、嬉しい出来事でございました。それでは行ってらっしゃい。